こんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー幼いでございます、えー、この動画は弊社の心理学概論勉強会という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです心理学の各種試験の対策や教養のためなどにお役立てくださいよろしくお願いいたします、えー、ということで、えー、っと。 何回かにわたっててて、的条件付けの話をししきましてで前回パブロフの犬というようなお話をさせていただいたんですけれどもそもそもパブロフって何だという方もいらっしゃるかもしれないのでパブロフさんのご紹介です人の名前ですよパブロフって、えー、とロシアの、えー、と生理学者です。